さて、一つ柳隊の諸君、今日集まってもらったのは他でもない徳型ヒュージの件よ。何か分かったんですか、もゆ様。うむ、わしも気になるぞ。もゆ様、自分の工房にこもって一人で何やら調べておったな。ちょっと研究に没頭しすぎちゃって寝食忘れちゃっていたけど、徳型ヒュージのことはバッチリよ。実にもゆ様らしいですわね。あ、平常運転じゃ。そんなに褒めないでよ、照れちゃうわ。褒めてない。それよりもゆ様、徳型ヒュージのことをお聞きしても。うん、こないだグロッピが現場でサンプリングしたデータをもとに私の方で解析した結果、とある反応をキャッチしたわ。あ、あの徳型ヒュージの反応ですね。ではあのヒュージがどこに出現するのかわかるのかしら。まあまあ落ち着きなさい。残念ながら検知した反応は非常に微弱、存在することは分かっても具体的な場所を特定するのは不可能ね。存在するのに分からない、そんなことあるんですね。でも、もし近くにいるのが分かるんだったら、そのあたりで待ち伏せすればいつかは見つけられますよね。待ち伏せって。そうよ、リリさん大正解。景品としてチャーム専用クリーナーを進呈しましょう。え、ありがとうございます。どういうことなの、モユ。いつ現れるかわからないヒュージを待ち伏せだなんて、いくらなんでも非効率すぎるわよ。もちろん、ただ指をくわえて待ってろってわけじゃないわ。第一、前回の戦闘では全く歯が立たなかったんでしょ。このまま再戦したところで同じ結果になるんじゃない。確かにな、ヘルボルの連中も一緒だったのに散々な結果だったからな。でも次こそは何とかしますですよね、皆さん。うん、私特訓してもっと強くなる。前回は徳型以外のヒュージも多く、ノインベルト戦術が使えなかったのは大きな誤算でしたわね。今度はきっとうまくいく。うん、よろしい。モチベーションの方は問題ないよね。ではあなたたちには徳型ヒュージの出現に備えると同時に、戦力増強のため強化合宿を行ってもらうわ。強化合宿じゃと？なんでモイ様がそんなこと言い出すのじゃ。もちろん決めたのはガーデンよ。私はそうね、現場監督ってところかな。モイ様が監督、考えただけでゾッとする合宿じゃな。大丈夫よグロッピー、あなたたちにやる気を出してもらう策はまだあるわ。今回合宿に参加するのはあなたたちだけじゃないの。特別ゲストを紹介しましょう。特別ゲストですか。ごきげんよう、一つ柳隊の皆さん。ごきげんよう、お元気そうで何よりだわ。カナホ様、それに高根様も、グランエプレのお二人がどうしてここに。わ、特別ゲストってもしかして。看板女子芸術高校所属、グランエプレ一同、要請いただいたリリー戦力強化合宿に参加させていただきます。約束を果たしにやってきたわ。一緒に頑張りましょうね。グランエプレの皆さんと強化合宿。それだけじゃないわよリリさん、先日一緒に戦ったレギオン、あのヘルボルにも声をかけてあるの。ヘルボルですか、エレンスゲの。まあ相手はあ
のエレンスゲのレギオンだからね。あのガーデンがおとなしくこちらの要請に従うとは思えないけど。とはいえヘルボルは一つ柳隊と結束していくという話もあるから、まあ来てくれるんじゃないかな。はい、きっと来てくれます。カズハさんたちがいらっしゃったら三つのレギオンが集結ですよ。お姉さまどうしましょう。私落ち着きなさいリリ。私もカズハの仲間に会えるのは楽しみだわ。ですよね。強くなりましょう、カナオ様。私たちの手であの特型ヒュージを倒すため。ええ、当然です。はあ、ついにやってきました、ユリガオカ女学院。クレハ、本当にこの学校好きよね。確かにいいところだけど。グリーンフェアの時は学院までは来てませんでしたから、この機会にしっかりと隅々まで見させていただきます。んしょ、よいしょ。何やってるのよ、あかり。校門に登るなんて何を考えてるの。いや、あそこのデザインをもうちょっと近くで見たくって。貞森、肩車しないわよ。ほう、やってるやってる。こんにちは、皆さん。ようこそゆりが丘女学院へ。あ、リリさん、それにマイ様たちもご無沙汰してます。ここでお待ちいただいてたんですね。ラウンジの方で待っていただいてもよかったんですよ。いえ、荷物を配送してもらう手はずになっておりまして、その受け取りをしていたんです。それとあかりちゃんが。やっぱりここの建物すっごくいいよ。なんだか僕もなんか作りたくなってきちゃった。鉛筆と画用紙どこ。こら、あかり、こんなところで荷物を広げないの。うわあ、着替えが地面に落ちちゃいますよ。これから数日騒がしくなりそうだな。いいぞいいぞ、もっと盛り上げていけ。ありがとうございます。ねえ、そういえばカナゴ様たちは。荷物を受け取ったからお渡ししたいんだけど。ああ、はい、カナゴ様と高根様はお姉様が校舎を案内しています。姫香さんたちは私たちがご案内しますね。まずは荷物を宿泊施設に運ばないと。え、僕たちここに泊まれるの。はい、寮の空き部屋の使用許可がおりましたから。新館ですから、私たち1年生と同じ建物ですよ。それ素敵ね。後でお部屋に遊びに行ってもいい。もちろんです。楽しそうだから私もお邪魔するかな。ユリが丘の乙女の花園。はあ、そこでどんな尊いやりとりが生まれているのでしょう。あはは、クレハさん、時々カエデさんみたいな反応するよね。ブリックス、大丈夫カエデさん。私としたことがはしたない。きっとリリさんが私のことを噂しているだけですわ。だったらもう少しおしとやかな声でお願いするわ。それよりカナホ様はいかがいたしましたの。先ほどから姿が見えませんが。ガーデンへの報告で席を外しています。すぐに戻るかと。なるほど、お二人はいつも一緒のイメージでしたから、高根様の横にカナホ様がいないのは不思議な感じですわ。それほどいつも一緒にいるわけではありませんよ。ですがお二人は幼馴染で進学もずっと一緒でしたのでしょ。お台場女子から今のガーデンに移られたのもお二人揃ってとお聞きしております。ええ、
そうです。腐れ縁と呼ぶには長すぎるかもしれませんね。高根様、失礼だと思われましたら無視していただいて構いません。お聞きしておきたいことがあります。何かしら。高根様は体のどこかに不調を抱えているのではありませんか？特に魔儀に関わる部分で。楓さん、本当に失礼よ。申し訳ありません。ですが、今回の合宿の最中に徳型ヒュージが現れた場合、グランエプレにも協力をお願いすることになるでしょう。私は一つ柳隊の司令塔であると自負しております。ですから指揮下にあるリリーの正確な戦力分析は必須ですわ。皆さんと生きて帰る、そのために。さすがですね、ユリガオカは。いえ、ユリガオカの司法と呼ばれる楓さんが特別なのかもしれませんね。高根さん。楓さんのおっしゃる通りです。私は数年前の戦いで致命的な傷を負い、以来魔儀の受容量が大きく損なわれる後遺症を抱えることになりました。ユユさんも気づいていたのでしょう。以前ユリガオカにいらっしゃった時に、あなたたちの戦い方は目にしたわ。まるで何かに追われるような苛烈なチャームさばき。あなたとカナホさんはそんな早回しのダンスのように戦っていたわ。ええ、この言葉私とカナホしか知りません。今はまだ一年生たちには黙っていていただけますか？それはお二人で決めたことなのでしょう。でしたら私どもが口を挟むことではありませんわ。ですが、あの方たちがお二人の次元に達したのならば、その時は話してあげてくださいませ。まあ、あとのことはお任せくださいね。ユリガウカの司法こと私カエデジョアン・ヌーベルがしっかり守って差し上げますわ。頼もしいのね。お待たせいたしました。あら、高根ちゃんが笑ってる。一体どのようなお話よ。あなたの世話焼きが過ぎるって話よ、カナホ。まあそんなことを。あまり恥ずかしい話をしてはダメよ、高根ちゃん。羨ましいですわ。え、私もそんな風にリリさんと長年連れ添った伴侶のようなしっぽりとした空気を醸し出したいですわ。さて、かなほさんもいらっしゃいましたし、お茶にしましょうか。ええ、それは楽しみだわ。面白い方たちだわ、本当に。ああ、海だ、海だ、海だ。あかりさん、急に走ったら危ないです。姫香さんからも。海よ海よ海、ヒャッホー。 お二人とも海が好きなんですね。都内にいるとなかなか海に行く機会がなくてね。こういう海岸に来たのは久しぶりだわ。でもこの辺りはヒュージの傷跡が多く残っているのね。見るからに激しい戦いがあったように感じるわ。私の故郷はここよりひどく、完全に陥落してしまいました。あそこはもうヒュージの跋扈する土地ですから。グオー・シェンリンさんね、前回はほとんどお話できなかったけど、改めてよろしくお願いするわ。はい、高根様、何卒よろしくお願いいたします。クオ・シェンリン。はい。あなた、クオ・シェンリンじゃない。あのワールドリリーグラフィックの表紙を飾ったクオ・シェンリンね。
なんじゃか説明的じゃの。っていうか、ガーデンからずっと一緒に歩いてきたのに、今さら。クォ・シェンリン、あなたは姫香のライバルよ。ライバルですか？申し訳ありません。身に覚えがないのですが。あなたに覚えがなくても姫香にはあるの。アイドルリリーを目指す姫香より先にモデルデビューを果たすなんて。あ、でも確かに綺麗ね。整ったお顔にエキゾチックな瞳、すらりとした手足。写真で見るより実物の方が美しいわ。ありがとうございます。違うわ、その手に乗ってはダメよ。姫香だって可愛さだったら負けてないはず。面白さだったら貞森の勝ちだね。そこで勝負はしてない。騒がしい子だねでもとってもいい子だよ。あかりちゃんもクレハさんもね。はいはい、注目。皆さん、今日は遊びに来たわけではありませんのよ。ヘルボルとの合流までに少しでも力をつけておきたい、そうおっしゃったのはどなたでしたか？確か楓さんだったと思う。はい、そういうわけでこれより合同訓練を始めますわ。1年生は基礎体力をつけるため海岸をランニング、上級生の方々は戦術理解を深めるシミュレーションを行います。はーい、砂遊びしよう。砂遊び。分かってらっしゃらない方がおりますわね。楓のやつ、ずいぶんと張り切っておるの。一体何があったんじゃ？彼女なりの責任感でしょ。頼もしい後輩をお持ちで羨ましいわ。さて、私たちも始めましょうか。百合ヶ丘の戦術勉強させていただけるなんて光栄です。よー